はい、皆さんこんにちは。2022ここが出た管理業務主任者本試験回答速報動画ですね、始めさせていただきます。で、私は法令パートですね、民法とか区分所有法、まあそれからどこまで法令に入れるかわからないんですけどね、今日の問題いくならば例えば判例とかね、あるいは円滑化法とか、まあそのあたりね、いわゆる法律系、法令系を担当します私小野と申します。よろしくお願いします。で、その他の分野ですね、いわゆる規約とかね、あるいは適正化法、まあ、このあたり、まあ、実務系とでも申し上げておけばいいのかな、いわゆる規約系ですとか、あとはね、適正化法は有山講師でもって、設備とか会計ですよね、設備会計と、あとはそっちの、ね、設備会計方面の方は、亀田講師に担当していただきます。で、それぞれね、まあ、大体3人とも15分ぐらいかな、お話をさせていただきます。さあ、では改めまして皆さんね、試験受験した皆さんね、お疲れ様でございました。まあ、今日の印象ですけどねっていうこと、ね、そのあたりを私もね、お話をさせていただくんです。まあ、即応会とかね、いうこのタイトルの動画でいきますと、回答番号何番とかね、1番何番、ね、問いの1は何、問いの2は何とかね、で、合格基準点は推定はこれぐらいですとかっていうのを、期待している皆さん、申し訳ない、この動画ではそれは言いません。すいません。ただいわゆるホームページなんですが、同じページの上の方にね、いわゆる回答一覧は掲載してます。だから回答何番ね、問いの1から問いの50まで、まあ、何番になるかっていう、いわゆる正解詞の対応というのはそちらをご覧になってください。で、ですね、一応その合格基準点の我々の発表はですね、データ集めてから分析をして発表しますので、20日頃になる予定ということです。まあ、ちょっと間空いてしまいますけどね、まあ大体20日頃に、まあ、同じようなホームページのところにね、合格基準点の我々の分析ですね、この結果を掲載させていただきます。だ、今日のところはね、すいません、私はね、何点取ればいいですよとかね、申し上げられないんで申し訳ない。まあ、ですからこれね、総公開というのは、今まさに試験終わってね、で、まあ、どんな感じだったかなということね、まあ、どのあたりをね、しっかりやっておけばよかったかなとか、まあ、そのあたりお話をしていくことになります。で、今回法令です。まあ、民法とあと区分所有法なんですが、大体まあ、数とかそのね、取材数とか取材場所とかね、あまり変わってないですよね。まあ、だからそのあたりにつきましてはね、形式的には例年通りという形になっていきます。で、今日ですね、もしかしたら皆さんね、受験してない皆さんも見ていらっしゃるかもしれませんが、一応こうやって私ね、冊子の状態で、今日の50問、さっきね、私もね、一生懸命回答を出していたんですよ。で、裏を取るのをね、結構時間がかかったりもしましてね、だ全体見てました。で、まあなんか設備系のところで、まあね、私の担当ではありませんから、ちょっと内容的には触れられませんが、なんかコンクリート中性化で、何これっていう問題もありましたよね。なんじゃこれってやつね。まあありましたし、まあでもそれは試験ですからね、そういう何これってやつね、一目見て、なんじゃこれわけわかんねえやと。いうやつを、まあ、後回しにしようかなとかね、そういうのも一つ受験テクニックにあったのかなとは思います。で、試験ですからね、まあこれ見たことあるもんね、知ってるもんね、簡単だよねっていうのを50問ずらっと並ぶわけはないんで、まあですからね、そういった難易度の高いやつね、そういったものは後回しにするとか、まあそういったようないわゆる受験テクニックなんかもやはり大事だったんじゃないかなって気はします。でもそのあたりね、ちょっと設備系はね、また亀田先生だし、あと規約なんかもね、なんか可愛くない問題もありましたけどね、そのあたり全部有山先生なんで、ちょっと置いときます。さて、で、法令ですけどね、まず第一印象としては、取りやすかったかなって気がします。法令ね。民法とか区分所有法は、ね、もう難しくて手も足も出ないっていう問題は、そんななかった気がするんです。まあ、もちろんね、例えば、まあこれ、問題につきましてはね、時々、正解詞じゃないのっていうのを言っちゃうかもしれませんけど、ただ基本的には、皆さんね、正解番号は別のページを見てもらいたいんでね、まあ、ですからちょっと私の方では、まあ、ねえって感じね、なるべく黙っていようかなって気はするんですが、まあ、時々言っちゃう気はしますけど、まあ、ちょっと置いておいて、多分ね、問いの37番とかね、あってね、なんだか変な形式でしてね、問いの37番とかね、
まあ、だから今日受験してもし問題冊子をお持ちの皆さんはねお手元にご用意いただければいいんですけど、まだ受けてない皆さんはね、まあ、ちょこっとだけ聞いておいて、ね、後でご覧になってくださいね。雇いの37番にね、一部弁済がされた場合の充当の順序、充当順序を判断する要素、これを優先順位順位高いものを並べたものとかね、まあ、ちょっと見たことないよね、何これっていう問題の出し方ねありまして、まあでもねこれもねなんかなんとなくできちゃうかなって気はするんですけど、どうかなっていう問題なんですよ。まあ、だからそういう意味におきましてね、この基本的なところ、まあ難しく考えすぎなければっていうような話だから、その出し方、その見せ方ですよね。まあ出題の形式というの、見せ方というの、まあそういうところにね惑わされないでっていうところが一つ大きなポイントになったかなって気がします。まあだから弁済充当とか弁済充当ね、まあどういった順番で、ね、考えていけばいいのかなって、単純にやっていけばいいかなって気はしたんです。まあですからね、そういう可愛くない問題も結構あったんですよ、もちろんなんだけど、まず一つはね、その見せ方に驚かないで、まあ、ある意味抽象化して、このテーマが聞かれているんだよねって、まあ、抽象化をして考えていけば、まあ正解に近づける問題も多かったかなって気はするんです。あとはですね、やっぱり過去問だと思いますよ、ね、過去に出題された問題ね、過去問をしっかりやるのと、あと基本をしっかりやると、もうですから法令は本当変わらないと思います。我々ね、まあ皆さんにお話をするとき、いろんな講座でお話をするんですが、やっぱり基本をしっかりやろうよって、まずそこからだよねって、基本をしっかりと身につけて、で試験ではどう出るかってやつ、まあそちらをちゃんと2段階構成かなという形なんです。でそれでいいと思うんですよ。いやもちろんね、それ対処できない問題もあります、あるんですが、それよりも基本的な問題、そして過去に出題されているような知識、そういったものをしっかり押さえているならば、今回の法令はね組みしやすかったかなって気はするんです。でもちろん設備なんかでね、なんか再管ヘッダーの問題もねあったかと思うんですが、そういう問題もね、まあ、そういうのを含めていくならば、まあ、例えばマンション管理士の試験 ね、まあ、資格は違いますが、マンション管理士の試験なんかもね、視野に入れてやっていただきますと、割と対処しやすかったなって気はするんです。だからどこまで行ってもね、これはね他の設備系もね、それからあとは標準管理規約とか適正化もね、細かいものいくらでもあるんです。なんだけど法令よりも細かくできないかって気はするんですよ、枠決まってるから。法令って細かいの見出して本当にキリがないですからね。例えば判例なんて、今回問題があったんですよ、判例ね。この判例という言い方をしてきた問題なんですが、というの、判例という言い方をねボーンとしてきた問題がありましたよね。問いの何番だったっけ、問いの39番とかね、ありまして、次の記述のうち判例によればって、まあ、簡単に言ってくれましたよね。でこの形式はね、2013年とか14年に最高裁判例とかね、まあ、それでも枠かけてきても最高裁判例ですから ね、もう何千件もあると思いますよ、ね、私たちはまああるかもしれない。で今回判例できてますでしょ、これ2015年と同じ形式なんですが、だ高裁まで入ってくるんですよ。最高裁だけじゃなくて高裁の判例も、裁判例も入ってくるんですね。したらもうって感じでしょ、そう事実はね小説のいきなりっていうんですから、だから普通の民法 の基本的知識が答えられないような問題が出てくるかもしれないですよ。まあだから、ね、これここまでを視野に入れてね、もう完璧に用意するなんてことは多分無理です民法1050条を全部覚えるから、まあ、せめて最高裁と高裁のマンションないしはね不動産に関わる判例は全部覚える、いやちょっと無理かな。だから、まあ、設備よりもですね法令をね本気でやるとなりますと、とんでもないことになるんですよ。だから置いといてって感じよ。どこまでやるかっていうならば基本的知識、例えばね、問いの一番にあったんですよ、問いの一番ね、まあこれは言っちゃっていいだろうな、問いの一番これ2でしょう、答え、ね、委任は、ね、特約なければ報酬請求できない、うんそうなの、もう基本中の基本でしょ、委任というのはボランティア原則、
無報酬ね、どこちゃうじゃないですか。え、あと例えば問いの2番なんかもそうかな、まあ、これも言っちゃっていいだろうな、選択肢2番でしょ、これ2番ね。時効の利益、完成後には放棄できない、いやできますよ、完成前は放棄できません、後は自由です。まあ時効は完成した後に、ね、例えばね、消滅時効ね、私が皆さんにお金を貸していて、で皆さんに消滅時効、ね、成立完成する前に放棄はできませんね、何十年何百年経とうと払えとか、あらかじめ放棄しとけとかできません。もう完成した後ですよ、例えばね、まあ、10年経って皆さん払わなくてよくなったと、払わなくてよくなったっていうのは時効利益ですよね。そして皆さんがですね、いやちょっとね気がついちゃった以上気持ち悪いからやっぱり返すよと言ってもいいじゃないですか。だから完成後はできるよねって、もうこれ基本ですね。だからこういうところねちゃんと押さえているならば、まあね難しくない問題も結構あったかなと思うんです。あとは例えば問いの5番なんかもそうなんですよね。問いの5番ね、問いの5番なんかもそうです、問いの5番、これまあ相続に関するものなんですが、A の選択肢1番ね、A の子 B が相続放棄をした場合、 B の子で A の直系貴族である C が B に代わって相続人となる。でこれ全部ね、何とかに代わって相続人になるみたいなのが出てくるんですね。これは代衆相続です。代衆相続なんだっていうことがちゃんと読み取れて、代衆相続に関わる知識がしっかり分かっていれば難しくはなかったかと思うんです。確かに絵はね、問いの5番の絵に関してはこれ最大衆といって ね最大衆ね、まあ孫ですよ、孫の孫といったけどね、ひ孫ですか ね、ということね、まあね最大衆なんてもあってね、そこまでなるとねなんかちょっとピンとこないかなって気がするんですけど ね、まあただちょっとねこれはもう代衆があればね、亡くなっている方は亡くなった場合とかね、あとは、ね、結果失格とか排除、これ代衆起こりますね、放棄起こりませんね、もうこれ基本中の基本ですよ。 A 先に亡くなっているとか結核排除、これ代衆起こります、放棄起こりませんとかね、まあですから代衆に関わる知識がしっかり分かっていればこれも個数問題ですが組みしやすかったという気がするんです。なことは本当に基本ですよ、基本ね。あとはね、例えばね、まあ、ちょっと目難しかったかなとは細かいように見えるんですが、まあ、ちょっとこれ見ちゃっていいのかな、ですね、まあ問いのですね、よいしょ、これはよくでしょ、例えば問いの9番なんかもそうかな、管理費の滞納ね。でこれ民法民事訴訟法なんで、まあなんかこうね滞納でね、な3番なんかそうなんですよ、25万円出る、一部を明示して5万円払った、残り20万円については更新が起こるかどうかね、まあこれがだから承認です。証人である以上更新しちゃいます、まあ、正しいですよね。で4番ね、行方不明の時には訴え提起できない、いやできますよ、公示送達という手段がありますから。まあというわけでね、3番とか4番はここだけ取り上げてね、まあ一部を明示して、ね、でもって払った場合にはもう全体として証人だから更新が行われるとか、あとはね、行方不明の時にも手段あるよとか、まあそうに言われるとね、なんか細かい気がするかもしれませんが、これどっちも出てますよね、過去に。とは選択3番のね、一部であることを明示して払った場合にはね、全体が更新するとか、これ2014年に出てるし。だからこの行方不明の時にね、公示送達って手段あるもんねなんていうのは2014、18、2020とかね、もう出てるんですよ。だからね、大昔、多分ね、2001年とか2002年とかね、まあ試験始まった当初、20年以上前に、まあ、2回出てるもんねとかっていうケースがないでしょ。もう本当に最近ですよ。ここ5、6年の間に出てきてるんでね。まあ、もうちょっと向こうかな。2014年に出てますから、8年になってるから。なんだけど、少なくとも10年の枠に入ってるんです。だからその10年間ぐらいのね、まあ、過去問をしっかりやって、あとは基本的知識を身につけていれば、今回法令もそんなに大変ではなかったかなという気がするんです。まあですからね、まあいろんな角度からね、聞かれます。でもどこまで行ってもやっぱり管理業務主任者の問題っていうのはね、割と本当に法令ストレートなんですよね。あと判例なんかもね、もう真正面から聞いてくれます。だから今言ったように、
判例も法令もね全部入れましたら、ほら民法、区分所有法、それから民事訴訟法とかね、まあそういうのも全部含めていきますと、もう膨大な量ですよ。判例なければもっと膨大になりますよね。だその中で基本である、あとは過去に出たことがある、そこに的を絞ってしっかりやるというのはやっぱり王道なんです。だ今回その王道をねしっかりと守った皆さんは、割と区分法とかね民法とかここまでの法令は対処しやすかったかなって気がするんですけど、いかがだったでしょうね。まあというわけでね、今回私のね担当する法令に関してはそういった、ね、速報会というかね、速報というかそんな印象だということをお伝えしておきましょう。それではお時間になりましたね。私のお話は以上で終了です。皆さんお疲れ様でした。